やー、そっか、駐車場で1300円かかるんだから、でもまあ、マンションになってたし、人気でよかったですね。うん。よし。さてね、パッと、ファミマで買ってきましたけど、さすが、芝スペイン村最寄り駅だけあって、結構出入りが激しいね、ところなんですけどね。一応ここでね、今回の工程をね、おさらいというかね、予定をね、おさらいしておきましょう。どこ行かないといけないのか。今年の名所、今年のうちにシリーズってことでね、今とりあえず、どこだったっけ、あれですね、ずっと登ってた、伊勢志摩スカイラインと、志摩スペイン村が終わりました。でこの後、入っているのがですね、神宮彫刻家されたひこ神社はちょっとまた後回しにするとして、今日はもう絶対無理ですから、あのり崎灯台と大王崎灯台、横山展望台、友山展望台、志摩国分寺だ、多いんだよな、阿児の松原海水浴場、ネムの里、浜島カントリークラブとなっております。でまあ一応ね、リストの中にはね、三角でこれ青山高原の方ね、丸山草原とかも入ってますけど、野吹の滝みたいな絶対無理、とてもじゃないけど素人が来る場所じゃなかったんで、確認したら、登山道でね、ちゃんとしたハイキング格好で行かないといけないところでしたんで、これはちょっともう無理ですよということでございますので、さあということですので、まあ島のね、このネムの里までは、浜島カントリークラブまではね、前通ってちょっと潰しときたいところなんですけど、これがね、遠いのよ。一応ね、地図は作ってきてあります。今現在地が、写真撮っとくけど、現在地がこの辺りで、今まあ、市民スペイン村はね、行ってみたい。ね、もう終わりましたんで、外しておきますけど、さあ、行った観光施設行っていいのかであれですけど、まあ、昔に行ったことがありますからね、いいでしょう。ということで、姉妹スペイン村が終わりましたけど、実はこの先ね、この、緑色のね、フラグが立ててあるところ、これが今回のそのリストのところなんですよ。まあまあ離れてますからね。さあ、こっからどうしたらいいのか。まあ、次はここかな、島国分寺かな、から、これはなんだ、あの井崎灯台ね、こっちの方に向かっていったらいい感じかなという感じですね。まあ、とりあえず島国分寺向かってきましょうか。こっちか。南戻ってって。いや、ダメだ。ここの交差点を入って、ここ交差点がそっか、パールロードと交わってないから、一回ちょっとぐるっと回って、どこだったっけ？これまあ、こう行こうとしてるんですよ。ちょっと地図載せときますけど、今見てるね。で、地図でパッと見たらね、ここのところが、まっすぐ南に行って、そのままね、降りたらいいやんって感じに見えるんですけど、ここがね、繋がってないはずなんですよ。なんでね、ちょっとぐるっとお回りする形になりますけど、そうしないと、こっちの方に行けないんで、で、そっから先行ったら、あとは道ね、ずーっと走ってって、日の出レストランとかの方から、行ったら、島国分寺の方に行けるみたいなので、こっちの方行ってみましょう。よーし。で、そのまま、あの野崎灯台の方までずっと行く感じになるのかな。よし。あと今ちょっとね、お手洗い借りたついでに、買ってきましたんでね。いやー、だってね、駐車場でね、1300円取られるんでしたらね、この感じでね、これ130円 ?149 円ですからね。でね、こんな感じでちょっと確認したりもできますからね。いいですね。ありがたい。うん。これクリームたっぷりで美味しいですよね。うん。よし、食べさせていこう。ってことでね、改めて名店舗に変えてね、行きたいと思います。これをね、ストーンといったらいける感じになってるんですけど、これを一回ちょっとこっちに行かないといけない。まだ秋ではちょうどいい温度ですからね。よいしょ。今日は言うて火も照ってるし、よかったよかった。うん、で、ここかな。本当にあってんのかな、これで。
のマーク出てますからね。そう、こんな感じでパールロードの下ね、全然交差点になってないんでね、地図だとちょっと初見殺しになりますよね。あー細いなこれ。状況もまあまあ荒れ気味です。うわー結構見通しも悪いから車来ないか怖いな。おほほほほほほ、なかなかな、なかなか酷な道走ってますよ。いやーほんと対向車だけ来ないでくれ。カーブミラーもね、わかんねえんだよこれ。怖えな。ここはカーブミラーがあるけど、ライトつけといた方がいいんだこれ。対向車がいた時に分かんないでしょうからねこれ。おおほほ、なんか木の枝も折っちゃってるし真ん中に。ああ怖っ。生誕農場、炭を作ってるところらしいですね。へえ、わあ濡れ茂っておりますよ。うわほほほ、あどうでちょっと、あ炭の香りするわ。うん、作ってるんでしょうね。へえ、すごいな。道やね、これなかなかハードよ。あ見えねえいやいやいや、うちの旅らしくなってきちゃうよ殿。これ本当にこれで剣道なの。ちょっとおおお、合ってんのこれ本当に。うわもうこれ対向車来たらもう離合しようがねえぞ。すげえな。わあ。あ、怖い。ああ。これ横深いね。落としたら多分上がれないね。うわあ。枯れ葉で埋まってるんですごく分かりにくいですけど、これ怖えわ。夜来たらアウトだったわ。危ねえ。いや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 、すげえところ走らされたな。これはすごいな。本当にこれであの井崎の子に通じてんだろうね。まあそんな需要がある道でもないってことなんだろうけど、うわー見えねー。おーこっから広くなる。おー急に広くなるね。おー、あー合ってたのかなあー出てますね、県道61号線で出てるから合ってたんだ。
何今のつかの間は。いやー、それは合ってんだ。これ県道61号で合ってんだ。マジか、すごいな。マジか。いや、よかった。今のところで離合でまだよかった、うん、ここで合ってたらもう終わってたもんね。うわ、離合できるでしょ。今のところがギリか。やばかったね。危なかったですね。タイミングちょっとずれてたら本当にアウトだったな。うわ、マジで？すげえなこれ。いや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 、これはやっちまってんな。やってるわ、県道61号案内出てるわ。マジかよ。あ、ここはちょっと広いけど、ガチ狭いな。いや、ここだけ広いけど、うわ、またこれ次を伏せぞ。これもまっすぐなの？これはもうだいぶ限界に近いんですけど。クソだろ、これ左折ってなってたけど、いや無理だな、これは無理だね。よし、さっきのところに戻ろうか。でね、ちょっと細すぎる。地元民じゃないとこれも地元民限定だわ、無理だわ。うん、曲がってこっちから行きましょう。いや、これが県道61号線なんて誰かも。大正福井 2.5 メートルってなってるもん。福井教授、この看板あっちにも欲しかったよね、さっきのところね、入り、あ、反対側の入り口にも欲しかったな。あ、すげえな。日の出が出てきたから、この近くにあるはずなんだよ。島国分寺、どこに？どこから入れるんだろう。すごい、バーベキューやってる感じだね。リゾートホテルなんかもあるらしいですけど。あ、これだ、島国分寺出てきた。で、曲がったら国分寺に行けるみたいですね。史跡文化財になってるらしい。ここ駐車場になってんだ。よっしゃ。もう誰もいない。どこともやいんだろう。まあ。どうしようかな。じゃあ早速ね、ここからはね、もうトントン拍子行かないといけませんからね、島国分寺お参りしていきましょう。よいしょ。